よし。お、起きてる。もしもし。あ、お姉ちゃんおはよう。おはよう、きみちゃん。今何してんの？今ね、北でクラフトしてるよ。わあ、お姉ちゃんはクラフトしてくれてんのか。そりゃもちろん。何してんの今？いや、今起きてさ。あ、そうやったよ。おはよう。おはよう。なんか久しぶりだな。そうなんだよね。起きてきてくれてありがとう。いやいや、それお姉ちゃんが起きてるから起きたんだよ。あ、本当？うん。お姉ちゃんずっと起きてたよ最近。あ、本当に？うん。あ、さすやっぱお姉ちゃんはさすがだな。あ、お姉ちゃん嬉しいから8あげちゃおうかな。あ、じゃあ8いっちゃおうかな。お姉ちゃん8で待ってようかな。じゃあ8いっちゃうよ。ちょっと10作ったらいきますね。はい、じゃあ8いっとくね。あ、ありがとう、待ってる。はい、はい。さあ、おはよう。おはよう。ちょっとね、キビちゃんの好きなブルーパップ。おお、ブルーパップ、ちょっと縛ってくるから中で座って待っててよ。ああ、オッケー。ごめんね。はい、はい。空いてたの空いてたの。めっちゃはずいや。ちょっとド頭からクソはずいや。開いてないと思って外で生きてタバコ吸ってたのに開いとったんかい。鍵なんか薬とかやっぱお金になるから。うんうんうん、やろうかなとかないの？薬はやんないよ、うんうん。まあ、大型もね、薬もだってギャングにいるからこそボスにさせてもらったみたいな感じだからさ。ギャングの生業というかしのぎの一つよね。うん。今触っちゃダメか。まあ、触っちゃダメっていうか、まあ触らないよね。やっぱり考えたら。うん。そうだな、うんうん。やっぱりね、ボスがなんかそういうさ、ギャングと半グレーみたいなのを明確に。街のインフレとかも多分考えてると思うんだけど、うんうんうん、ね、それでボスがその他のギャングとかにもその率先してなんかやったりしてたところだから、うんうん、やっぱりそこはそうじゃないとなって思う。そうだね、うんうん、それでお金優先しちゃったらもうおしまいだよ。確かに。まあでもそのちょっと考えたんだよね、うんうん、やっぱりその自分の何がいけなかったのかってところ。ああ、うん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 。そのやっぱり外交的なところではさ、まあ、多分判断は間違ってなかったと思うんだよね、うんうん。まあ、仲間を守るためにこう言わなかった情報とかもあったし、うん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 、考えた上でのだったもんね。そうそう、うんうん。まあでも結局今回その問題になったところとかっていうのはさ、ね、外交でうまくやれてたとしても、それをその仲間のみんなにさ、共有が完璧にできてなかったからこそこう怒っちゃったっていうのかな、うんうん、っていうところがやっぱりあんのかなと思ってさ、うんうん、
もっと完璧に自分がその外交、そのボスがいなかった時に、まあ、代わりにね、その出張らなきゃいけないところとかもいっぱいあったんだけど、やっぱりなんかな、今までの毎回そういうね、みんな各々でこう勝手に動いちゃうみたいなところっていうのは、そういうその内側にちゃんとのその 100% 自分が目を向けられてなかったのかなっていう。今回の件で自分の力不足なところを気づいたって感じね。もう本当にそうだね、そういうとこ気づけてるの偉いじゃん。でもね、だってそうじゃん。またその元モズの仲間にさ、声かけて、また再集合してさ、でボスにそのもう一度チャンスをくださいみたいなことをやってもさ、結局変わんなかったらやっぱり意味ないと思うからさ。そうね、仮にね、そのもう一回モズとして仕事できるようになっても、繰り返しちゃったら本当に意味ないし、そもそもそういう成長がなかったら戻れたとしても戻れないわよね、多分。やっぱそう思うんだよな。頑張れそう。頑張るしかないよね。そうね。もう頑張る以外の道がないよね。そうだよね。私たちがきっと頑張ることによる影響はたくさんあると思う。あなたはそれくらいの人間だからね。ありがとうお姉ちゃん。あなたが弟で誇らしく思いますよ、本当に。でもあれだからね、もし君ちゃんをこう、傷つけるような子がいたら私許さないから。守ってくれんの？そりゃそうよ、同じ組織内にいたとしても絶対に許さないわよ、もしいたらね。ああ、そっか、なんか嬉しいな。そのためにもあれなんだから、お姉ちゃん街中でみんなにいい顔して仲間作ってんのよ。全員ね、助けてくれるわけじゃないと思うけど、お数は多い方がいいでしょ。だからもし何か君ちゃんに余計なことするようなやつがいたら、まあ呼びかけて探して殺したりもするからね、私は。うわぁ、でもなんかそんなお姉ちゃんも見たいと思っちゃうな。見せないようにしてほしいですけどね。そうだよね。父のように殺すのなんて簡単ですから。そうだよね。でもあれよ、私ボスを見てこう人を使うというか、そういう考え方も勉強してきたなーなんて最近思ってる。わあ、やっぱすごいな。でもまだまだ勉強させていただきたいことたくさんあるから、私も君ちゃんと同じように頑張んないとね。一緒頑張ろうよ。ね、一緒に頑張りましょう。まあまずはそのボスの信頼を取り戻すのもそうだけど、結局ね、自分自身にそのみんなの信頼がなかったっていうところもあると思うから、ほんと一から頑張る。信頼も取り戻すというより、また一から作っていこう。そうだね。もしもし。どうした？今って忙しいですか？ああ、時間あるよ。
お話をしたいんですが、よろしいでしょうか。いいよ。どこで話す？向かいます。どちらに行けば。お前今エイト左折したな。え、あ、はい。あ、じゃあエイトで。いや、場所変えるわ。わかりました。あ、また連絡するわ。わかりました、了解です。今のリポルト100だよや。まあ、タイヤがだいぶだった今の。いやでも学んでるね。ちゃんとその自分が足を運ぶっていうところ。あ、横からさ聞いてる？なんかこうみんな首って言われた時に、うんうん、隠してたっていうの。もうあれだ、あれから聞いてないね。そういうお話とか多分自分からしたいんでしょうね。うんうん。うんうん。キミちゃんが寝た後に、寝る前か、言われたんだよね、前。まずは兄貴に話したいって。うんうん、まずは聞いてあげな。うんうん。間違ってたりしたら怒ってあげな。わかった。うん。行ってらっしゃい。はい、行ってきます。はい。お疲れ様です。お疲れ。ズアニキ、いや、キミトスさん。ん？本当に申し訳ありませんでした。何のことだ。情報を漏洩したことをについて しっかりと伝えられていなかったところがあったというところ、本当に申し訳ありませんでした。プラスでその後の みんなで情報共有をしていこうといったところで、ボスにだけ話し、その後みんなには共有しなかったところ、また自分勝手な行動をしてしまったところ、そしてその結果、モズがモズの構成員全員がクビになってしまったこと、俺のせいです。まあ、お前だけのせいではない。ただ俺は何回も聞いたよな、お前に。その上で俺たちに何か隠してたっていうのがさ。まあ、がっかりっていうよりか寂しかったな。お前がモズに入ってからさ、お前が俺のことを兄貴って言って慕ってくれてさ、いろんなこともお前に教えたし、お前も多分俺の背中とか見てさ、はい、一緒に歩んできたって俺は思ってたんだよ。
でもそうじゃなかったんだな。申し訳ないです。ただこのようなことをしてしまった自分が言うのもあれなんですけど、皆さんのことを信じていました。ただその中でも自分が弱く本当に情けないです。ただ今僕はまた組織のみんなとボスと一緒に仕事をしたい。またいろんなことを教えてほしい。そう思っています。それには俺はどうしても兄貴のことを裏切ってしまった、キメトスさんのことを裏切ってしまったので、本当に申し訳ないです。まあ俺も気持ちは一緒だ。ボスにクビにされてもやっぱり俺がこの街でやりたいことは変わらない。クビになったみんなでさ、俺と同じ思いのやつがもしいたら、そのメンバーでまたボスのところに会いに行って、もう一度一緒に仲間としてボスと同じ夢追いかけさせてもらえませんかってな。俺も思ってる。
でもな、正直やっぱり今の俺はお前の今の気持ちを聞いても心よく許すっていうかさ、まだやっぱ素直に一緒に頑張っていこうぜなんて言葉は今の俺には言えない。はい、まあでもな、俺もな、まあ考えてよ。じゃあそうやって言ってる俺が 100% 自分のやるべきことができてたのかって、毎日この街で生きる中でさ、大型ミッション行ったり薬練ったり大型ミッションのフィードバックもしたり、まああとボスがいない時は外交もしたりだな。まあほんといろいろやってきた中で、俺も仲間たちに向かってさ 100% の思いで向き合えてたのかなって、まあ考えてさ、その時の俺は精一杯やったと思うよ。でもやっぱり改めて考えると、ボスがいない間の外交とかは多分まあ俺なりにはできてたのかなって思うけど、結局メンバーへの情報共有だったりそういう意思だったからこう伝えたっていうところがさ、別にお前たちに 100% で伝えれてるわけではなかったからさ、だから今回のことはそういうここがバラバラになって事件解決のために動いちゃったんだろうなっていうのが、まあ、俺の中でもあるし、お前がさっき俺に言った「またモズで」やっていきたいですっていう思い、確かに俺は素直に一緒に頑張っていこうとは言えない。はい、でも俺にもな、やるべきことやらなきゃいけないことやれてなかったこと俺にもあった。まあだからさ、
やってしまったことっていうのはもう取り返せないかもしれないけど、一緒に前に進むべきだっていうのは俺もわかるんだよ。だからお前もそんな不甲斐ない俺でよかった。不甲斐ない俺でいいんだったらさ。不甲斐なくないです。むしろ俺の方からもう一度兄貴と呼ばさせていただきたいです。今は無理でも今後また兄貴と呼びたいです。僕にとって兄貴は、兄貴と君とさんはとても立派な小津のナンバー2です。お前も俺にとっては一番可愛い後輩だよ。まったく。また頑張っていくか。よろしいですか、僕も一緒に。お前しかいねえよ。ありがとうございます。お前ができなかったことは俺がちゃんとお前ができるように教えるし、もし俺が進む道を間違えそうになったらお前が俺を止めてくれ。わかりました。本当にありがとうございます兄貴。まあ頑張っていこうや。はい、ありがとな。いえ、ただ僕はまだこの気持ちを、まあみんなに謝罪をちゃんとできていないので、一人ずつその謝罪をしていって、全員に謝罪することができたらまた無線に戻ります。そうか。はい、まあこれだけは約束しよう。隠し事はもうなしだ。わかりました。まあみんなも今のお前の気持ち聞きたいだろうから。
伝えておいて。わかりました。では失礼します。ああ、行ってこい。行ってきます。かぶりにしては頑張ったな。最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それじゃあまたね。バイバーイ。